来年はじゃあシモンさん取ってくださいね。主演男優賞。それはだって別に俺の力でも何でもないからさ。いやいやいや、分かんないもんな。待ってますから。ほらだってシモンさんだって新人男優賞はもう取れないから。新人じゃないからな、まずな。だから別に関係ないですな。そうなのよ。だってね、シモンさん本当来年取ると思うよ。取れたらいいけど、まあ、俺一票を投じるよ。やめてくれよ、なんかそんな身内からの一票みたいな、なんかその。ということで、今回声優アワード MVS 賞をいただきました、下野博です。いや、これまでですね、こういった賞を、一人で取るというのがですね、あまりなかったものですから、ちょっと僕自身びっくりしておりますが、本当に、まあ、これもですね、一人に皆様の、まあ、投票のおかげというか、僕自身も本当これまでね、声優になって20年なんですけれども、本当頑張ってきてよかったなと思いつつ、この賞をね、いただいたからといって、ここで僕自身ね、いろいろこう、満足することなく、これからもいろいろと頑張っていきたいと思います。一言だけ、皆様に感謝の気持ちを伝えさせてください。ありがとう！失礼いたしました。